うわ、まだ村中びしょびしょだな。まあ、全部消化できただけでもよしとするか。あ、もっと水はけのいい路面を作らないと水が溜まり放題になるな。泥水だけど、とりあえず水溜まりは捕食。いや、ホイン？しとくか。このままじゃ掃除もままならないからな。なんだこの感覚。なんか嫌な予感がする。動機がって、俺心臓ないよな。なんだなんだ、胸の中がゾワゾワする。あなたの理想を見せてごらんなさい。誰だ今の声。理想は自由だ。今の声、腹の中？ここは、さっきまで違うところにいたはずだよな。離れて。しずさん、なんでこんなところにいるんだ。抑えきれない。私から離れて。前と同じことを言ってる。何の冗談だよ。まるで過去に戻ったみたいに。そうだ、なんで今まで忘れてたんだ。前もこんな風に謎空間に飛ばされたんだった。あの時も牙狼族との戦いの日に戻って。カイ、亜空間内の記憶は現実空間に持ち越すことができない模様。亜空間への再侵入によって前回の亜空間の記憶を同期したと思われます。亜空間にログインし直して続きから遊ぶってか。納得できるもんじゃないが、それでも過去に戻ったってんなら。何度だって、何度だって助けてやる。動け、動けよ。どうなってんだ。来ないで。あ、来ないで。あの時のしずさんは、お願いと返事したはずだ。来ないで、来ないで。来るな。主導権の奪還成功しました。上位精霊イフリートは人員フリートへと進化完了しました。今の大賢者じゃないよな。だとしたら世界の言葉。主導権を持ってかれた。いい気分だ。あの方の言いつけ通り、この依り代をようやく使いこなせるようになったぞ。前より流暢に喋るな。あの時とは違うってことか。まだ完全ではない。シズがお前の中にも眠っている限り、俺は真の自由を得られない。俺の中にも。現在この空間ではジーン・フリートと個体名リムル・テンペストの中に個体名シズエ・イザワが同時に二人存在している状態にあります。冗談じゃない。シズさんは死んだ。俺の中で、故郷の景色の中で眠っているはずなんだ。お前の中にシズさんがいてたまるか。もう一度お前を食ってシズさんがいるか確かめてやる。クレアサークル。何度も言わせるなよ。俺に炎は効かない。ならばこういうのはどうだ。アイシクルショット。ジーンフリート、熱を放つだけでなく熱を奪うことも可能。かつてサラマンダーを倒された経験を糧とし、大気中の水分を凍らせたようです。
そういや、ランガモドキの時もそんなこと言ってたな。過去を克服したとかなんとか。俺の技を盗んだのか。だけど、こっちとら暑いだの寒いだの言って熱変動耐性を身につけたもんだから氷も効きやしないんだよ。熱の支配者たる俺とは相性が悪いな。降参してくれるとありがたいんだが。以前の俺ならなすすべがなかっただろう。だが今は違う。歴戦の英雄、その知恵をも取り込んでいる。英雄？シズさんのことか。あの女と同じように。そう、確かこうやるのだったな。熱気と霊気、二つのスキルを合わせ新たなスキルも編み出す。衝撃に備えてください。うわ、大いなる風、第三のスキル、ミラージュ・オラージュ。あった。空気に急激な加熱と冷却が行われたことで気流が発生したものと思われます。スキルを組み合わせた？統合変質者？ますます気に入らないな。お前の中にシズさんがいるわけないのに。強大な魔力の接近を感知しました。さっさと始めようか。楽しいことをさせるのだ。どうだ、うらえ。やるな。私頑張りますね。いや、はい、畳みかけます。それ、やるな。頑張りますね。はい、行くぞ。うっし、終わった終わった。なぜ吹き飛ばん。多重結界、スキルの統合で身につけた力だ。これが本物の変質者、シズさんから受け継いだスキルだ。戻りなさい、ジーンフリート。今のあなたが勝てる相手じゃない。いずれ返してもらうぞ、お前の中にいるその女。と言うな。誰が渡すもんか、運命の人を。あれ、何してたんだっけ俺。泣いたのか俺。顔がびしょびしょじゃないか。ああそうか、あちこちびしょびしょだったっけ。それでか。上位精霊を強化してもあのスライムには届かないか。日進月歩で強くなっている。羨ましいわね。私にはない力だけど収穫もあったわ。本来のイフリートでは不可能だったスキルの融合、新しい可能性を見たわ。あなたの中の嵐にはまだ遠いけれど、羨ましくて妬ましいスライム、必ずあなたを手に入れる。暴風竜ごと。